こんにちは、すずめのお宿なんだぜ。さて、今回は、すずめのお宿を飛び出して、また山に来てみました。たまには世俗のことを忘れ、少し自然の空気を吸いたいんだぜ。あと、ちょっとお小遣い稼ぎに、野鳥の写真でも撮影しようかな。あわよくば、野鳥を捕まえて、おいこら。江戸時代ならともかく、今の時代、それは犯罪だぞ。おまわりさん、この人です。な事案になるから、ダメ、絶対、なんだぜ。はーい。それに。それに？そんなことをすれば、嫌なものに遭遇するかもしれないんだぜ。何それ？それは、今回の話の中身になるから、まずは語りを始めるんだぜ。やっぱ、そうなるよね。それでは皆様、今回の動画も最後までぜひ、ご覧ください。それでは美しい自然を背景にしつつ、今回の話を始めていこうではないか。焚き火を囲みながらの語り。これはこれで新鮮だよね。今回の話は、イブカクロウジ両蛇を切るというものになる。会津怪談録ではもはやおなじみ、蛇に関する話なんだな。さて、会津怪談録が書かれた当時、猪苗代に、イブカクロウエモンという侍がいたそうなのですが、今回は、その先祖であるクロウジが主人公となります。時代としては、会津公が宇前は最上の山形の城にいた頃のことになる。すなわち、星名正幸が山形にいた、寛永13年から同20年の間のことだ。当時、まだ幼かったクロウジは、老頭一人を連れ、近隣の山に四十からを借りに出かけました。四十から？うん、主のことではない。こちらの可愛い小鳥のことだ。クロウジは老頭に鳥かごを持たせ、自らは峰を登り谷を降り、山野のあちらこちらを駆け巡っていた。すると不思議なことに、遥か向こうの谷まで、何者かのいびきが聞こえてきたんだ。こんな山陰で不思議なことだと思ったクロウジ、いびきのする谷を目指しました。するとどうだろう、谷には、太さは内峰ほど、頭は身のようで、鱗は碁石を並べたかのような姿をした蛇が、三重にとぐろを巻き、山に頭をもたげねえっておりました。これを見た幼いクロウジは大変驚いた。そして、持ち物を投げ捨て、後ろを振り向かず、山から転げるように家へと戻ったんだ。その折、家には、クロウジの父、クロウベイが在宅でした。あまりに慌てる息子を見たクロウベイは子細を聞くと、ことのほか腹を立て、侍の子のくせに小蛇などにたまげて逃げ回り帰るとは何事か、この臆病者め。と罵ります。クロウベイはさらに続けて、その程度のことで何の用にも立たないのならば、お前とは七将までも感動だ。ええ、どこにでも出て行け。と、大声で怒鳴りつけたのです。厳しい言葉を聞いたクロウジはしばし呆然としていた。しかし、すぐに気を取り直し、あの蛇を切り殺して父より感動を解いてもらおうと、老頭を連れ再び山へと向かったんだ。幸い、蛇は先ほどの谷に降り、トグロを解いて移動をしておりました。先ほどはトグロを巻いていたためわかりませんでしたが、その長さ、四、五丈もあるように見えます。まだ幼いクロウジだが、刀を抜き放つや、狙いを定め大蛇の道中を上段から切りつけたんだ。その一撃は見事、大蛇を切り離しました。しかしこの大蛇、相当しぶとく、頭は木の根に噛みつき、尾は谷に落ち、砂石を巻き上げるほどの太打ちました。その様は、どうにもそのあたりに止まれないほど、激しいものだったそうだ。しかし、それも長くは続かず、ついに大蛇はこと切れてしまいました。そして、見事大蛇を成敗したクロウジは、勢いよくと山を降りようとしました。すると、背後から老頭が、お気をつけください、頭上を。と大声で叫びます。その言葉を聞き、
クロウジは頭上を見上げると、なんと今にもクロウジを人の身にしようとする大蛇が、大口を開け近づいてきていたのだ。老頭の言葉に間一髪難を逃れたクロウジは、再度刀を抜き払います。そして、その大蛇にも切りつけ、ついに真っ二つにしたのです。この大蛇、先に倒した大蛇よりも小ぶりだが、それでも蛇としてはかなり巨大なものだった。おそらく、先に切られたオス蛇の仇を報わんとしたメス蛇ではないかと思われたんだぜ。こうしてクロウジは使命を逃れ家へと帰りつき、司祭を父、クロウベイに報告しました。クロウベイは、まさかそんな大蛇など、そう怪しみつつ、クロウジに伴われ山へと向かいますと。クロウジの言う通り、見たことのない大蛇の意外を目の当たりにし非常に感動。さすがは我がこと、早速感動を説いたんだぜ。その後、イブカ家では大蛇の霊を丁寧に祀り、白蛇大権現として、長く崇め祀っていたのだそうです。以上、これにて今回の話は終わりになるのだが、なるほど、蛇という生き物、安易に殺めるとたたりをなすというよな。執念深い生き物ということで、妖怪化する、なんても言われているからね。仮に蛇に遭遇したとしても、安易に殺めることなく、そっと逃げるのが一番だと思うんだぜ。ん？どったの？いや、霊夢の背後の茂みが、何やらガサガサと。へ？ぬお？へ、蛇。ふう、危ない、危ない。って、私の話聞いてたのか、安易に殺めるなと。いやいや、これはやむにやまれぬ話で。ひぃ。また出た？皆様。蛇を見たらすぐ退散するんだぜ。あ、待ってー。